は休日なので秋葉原にやってきました。まず最初にやってきたのはヨドバシカメラにできた期間限定の猫カフェです。人生初の猫カフェ、もうここは確実に天国でした。あ、イケメンだね。猫ちゃんがね本当に人懐っこくてね、もうたまらん、もうたまらん。かわいい。課金ポイントを見つけたので課金したいと思います。猫ちゃんのおやつ、ガチャガチャ、ギューッとフィギュアッと。幸せのシャカシャカですね。おお、待ちなさい。さあ一つね、おおおおお、これね私の手なんで落としたよ。あんたあれだでしょ、シュール噛むタイプの人でしょ。もう可愛すぎて、もうチュ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 ってしたいです。仲良しな。ぶっちゃけもうすでにまた猫カフェに行きたいです。続いてツイッターでバズっていたアパレルショップに行きたいと思います。非常にね怪しい、ちゃんと本当にアパレルショップでした。なんかね韓国のアダルトショップみたいな内装です。これキャラクターね。あ、すごいすごいすごい、うわ、あすげえ、テンション上がるわこれ。昔の美少女ゲームのグッズがたくさんありました。戦国ランスの、ね、グッズは、ね、正直欲しかったです。目当てのガチャガチャを探しにガチャガチャのいっぱいあるところに来ました。見つけた SNS お守り、バズも欲しいし、クソリプも欲しいし、いいねも欲しいし、フォロワーも欲しい。目指せバズ、いきます。クソリップ、バイバイクソリップ、これ欲しかったんだもん。まず来い、やったー、懐かしのコップさん転職してみた。秋葉に突如できたアジアンフードの店、台湾、韓国、中国など幅広いのでいろいろ見たいと思います。お腹は壊してないよ。うん、あのさ空港で食べたさ、空港に持ってったさあれとかなったりしないかな。これさ美味しかったよ。うん、コンビニで美味しかったよ。新大久保みたいだね。ちなみにゆりっぺは海外旅行でスーパーとコンビニが一番テンション上がるタイプです。この後秋葉原を出て熱帯魚ショップ行って新しいエビさんを買いました。そのエビがこちら。正直ですね、かなり大きいです。すごく大きいです。窓をねお掃除してくれるお魚さんも欲しかったのでそちらも買いました。かわいい、癒しです。こちらは秋葉で買ったゲーミングマウスです。なんか最近仕事でノートも使っててマウスが2つ欲しかったので買ってみました。やっぱこう光るとねめっちゃねテンション上がりますよね。超かっこいい。
超かっこいいんだけど、実はこれマウス使ったんですけどめっちゃ手が痛くなるので困ってます夜は金曜ロードショーでやっているタイタニック（かっこ石田明ディカプリオ）を聞いて癒されました。こんな感じのゆりっぺの休日いかがだったでしょうか。 Vlog 今後もやっていくので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。